皆さんからいただく会費500円の中から寄付金を捻出いたしまして、一定のまとまった金額を毎年、寄付をさせていただいてきました。本日は、守山にあります児童養護施設の対象者のシェアハウスを運営されて、社会に育つ子どもたちの自立支援、就労支援に取り組まれております NPO 法人四つ葉のクローバーさんに贈呈をさせていただきますので、皆さんを代表してオンタイムの松井代表から杉山理事長に、10万円を贈呈させていただきます。